つもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回も面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。高評価した。あ、忘れてた。高評価お願いします。
ということでヘラルドの勝利。ラスベダなぜかヘラルドの弾をライトセーバーでガードしなかったんですよね。それが負けた大きな原因だと思います。今回運搬は簡単だったので最後にもう一戦ご覧いただきながらお別れです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上若ゴリでした。バイバイ。お疲れ。